ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代から1990年代にかけて、黄金時代を築いた、あのセガの誕生物語について、全4回に分けて紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。この動画では、外資系企業として誕生したセガが、やがて国産の会社に変わり、セガの中高の祖とも言われる中山隼雄さんによって、ビデオゲームで頭角を現し、やがて任天堂と家庭用ゲーム市場で、戦いを繰り広げるまでの、物語をご紹介させていただきます。前回からの続き、ゲーム史に残る、傑作ペリスコープの誕生、セガ第一期黄金時代へ。アメリカのコングロマリット企業の、ガルフ&ウェスタンの資本参加により、企業体質を強化したセガは、いよいよオリジナルゲーム機の、製造を始めることになるんだ。セガのゲーム企画会議。いよいよオリジナルゲーム機を、作るとは言ったものの、どんなゲームを企画するかだな。いざ、ゲーム企画を考えるとなると、なかなかアイディアって出ないものですね。まあ、我が社はオリジナル企画は、初めてだからな。今までは、アメリカのコピーゲームが多かったですからね。何か面白いゲーム企画は、ないかな。そうですね、やっぱりシューティングゲームものがいいと、思いますけど。そうだな、アーケードゲームは定番だからな。あ、そういえば最近、潜水艦が、子供たちの中で、流行っているらしいですよ。潜水艦？はい、どうも潜水艦漫画が、人気らしいんです。ほう。確か、サブマリン707という漫画だったような。それに、プラモデルも売れているらしくて、子供たちの中ではちょっとしたブームみたいですよ。おう、潜水艦ね。なるほど、シューティングゲームと、子供たちに人気のマリン707か。それなら、今回のゲーム企画は、思い切って、潜水艦シューティングゲームでどうだろう。あ、面白いかもしれませんね。子供たちもちょうど、潜水艦に興味があるはずですものね。こんなゲームはどうだろう。プレイヤーが潜水艦の艦長になって、潜望鏡から敵に狙いを定めて、魚雷発射。みたいなゲームはどうだろう。おう、面白そうですね。潜水艦はブームでもありますから、流れに乗っちゃいましょう。ということで、セガのオリジナルゲーム企画は、潜水艦シューティングゲームに、決まったんだ。この頃の子供たちの中では、週刊少年サンデーで、連載されていた、小沢悟さんの海洋冒険漫画、サブマリン707が人気を、博していた頃で、この海洋冒険漫画から発想されたのが、セガが1966年に、発売した、アーケードゲームの、ペリスコープなんだ。このゲームは、潜水艦の潜望鏡を、覗きながら敵艦に向かって、魚雷を撃つというゲームで。遊び方は、潜望鏡を模したスコープを、覗きながら、敵艦隊を捕捉し、そこでプレイヤーは、艦長と魚雷撃手の二役を、演じながら、魚雷発射とボタンを押すと、発射音とともに、白い鉱石を残しながら魚雷が、進んでいき、そして敵艦に魚雷が命中すると、ズズーンとこもった爆発音が響き、敵艦が撃沈するというゲームなんだ。映画の U ボートみたいで、面白そうだね。このペリスコープは、出展したロンドンやシカゴの、展示会でも大人気を博し、ヨーロッパやアメリカの業者からも、注文が殺到するなど、世界的な大ヒット商品になったんだ。そしてペリスコープは、アーケードゲーム史に残る名作として、歴史に刻まれることになるんだ。セガ初の、世界的大ヒットゲームになるんだね。さらに3年後の1969年には、ミサイルで侵入機を撃墜する、セガミサイルを発売、そして同年には、レースシミュレーションゲームの、セガグランプリなどを発表し、いずれもヒットを飛ばしたんだ。1970年代前後の、セガは、アーケード業界で次々と、名作ゲームを送り出し、第一次黄金時代を築くことになるんだ。この頃には、セガは直営ゲームセンターの、展開も始めているよ。ジュークボックスから、ゲーム機の時代へ。一方中山さんが入社した V&V 社は、ジュークボックスやスロットマシンなどの輸入や、販売という、セガと同じ業態から出発して、ゲーム機の製造や輸出へと、発展していったセガに対し、V&V 社は、かたくなにジュークボックス路線を、守っていたんだ。1965年頃になると、ジュークボックス市場は完全な成熟市場になっており、安定はしていたが、発展は望めない状況だったんだ。もちろん、急成長するアーケードゲーム市場に、目をつけない、中山さんではない。V&V 社の社長室、中山さんとVレンスキー社長との、会談。社長、我が社もそろそろジュークボックスだけでなく、アーケードゲーム市場に挑戦してもいい時期じゃないですか。ライバル会社のセガは、ゲーム市場で大成功していますし、ジュークボックスは、そろそろ頭打ちの状態にあります。成長市場にビジネスを、広げてみてはいかがでしょう。確かにゲーム市場が今急成長していることはわかるが、流行り廃りの激しい業界でもある。我々は長年ジュークボックスで、商売をしていたんだ。市場も安定しているし、大きなシェアも獲得できている。リスクを負って新規事業に、参入するよりも、我が社は今の市場で、堅実な経営を、目指したいんだ。中山さんの新規市場への、参入提案に、社長のVレンスキーさんの、答えは、ノー、リスクが大きすぎる。という考えだったんだ。
中山さんを連れて日本中を歩き回り、栄養部の設立にもすぐ OK を出してくれた栄養畑の兄のブイレンスキーさんは、すでに亡くなっていたんだ。そして社長は、経理畑出身の弟が、引き継ぐことになり、もともと堅実な人柄で、兄を失って積極的な気分を、失っていたこともあり、新しい事業への挑戦には、消極的だったんだ。だが中山さんは、急成長する市場に、手をこまねいて、黙って見ている性格ではなかったんだ。営業周りからゲーム市場の、可能性を、肌で感じていた中山さんは、V&V 社に勤めながら個人的に、ゲーム機のビジネスを始めたんだ。もちろん、通常の業務も人並み以上にこなしながらね。社長のブイレンスキーさんは、中山さんがしっかり結果を残していることもあり、見て見ぬふりをしていたんだ。中山さんの V&V 社からの独立、エスコ貿易の設立へ。1967年になると、アーケードゲームの需要が高まりつつあり、副業で始めたはずのゲーム機のビジネスは、V&V 社の仕事をこなしながらでは、とても切り回すことができなくなってきたんだ。そろそろ、独り立ちする時が来たか。ということで、独立する時期が来たと考えた中山さんは、V&V 社を離れ、営業部の部下4人を引き連れて、エスコ貿易という会社を設立することに。こうして中山さんの経営者としての船出は、渋谷のマンションの一室から始まったんだ。エスコ貿易の飛躍。エスコ貿易は、中山さんの堅実な経営力によって、力をつけていったんだ。だが中山さんは、今のビジネスの将来に、不安も覚えていたんだ。我が社の商売も、海外ゲームの輸入だけに頼っては、将来の成長は頭打ちになりそうだな。そこで中山さんが目をつけたのが、バックセールスなんだ。バックセールス？そう、それまでゲームメーカーは、ゲームセンターなどのオーナーごとに、自社製品を直接販売していたんだ。メーカー別の、直販ビジネスってことだね。そのためゲーム機を購入する業者は、気に入ったゲーム機を購入するには、メーカーごとに、仕入れ手続きしなければならなかったんだ。それは、手間だね。そう、そこで中山さんは、エスコ貿易が、まとめて各メーカーの機器を、購入し、そしてそのゲーム機を取引先の業者に販売するというビジネスを始めたんだ。中山さんが考えたこの手法は、アミューズメント業界にとって画期的なことで、このビジネスでは、メーカーは大量に買ってくれるエスコ貿易には割引で下ろしてくれるので、安く仕入れることができるようになり、さらに、ゲーム機を購入する取引先には、エスコ貿易一社と取引すれば、国産品や輸入品を問わずに、気に入ったゲーム機を効率よく仕入れることができるんだ。それは、便利だね。この試みは、大当たり。エスコ貿易には、ロケーションのオーナーが殺到するようになるんだ。大成功だね。これはゲーム業界に誕生した、初のデストリビューターなんだ。デストリビューター？デストリビューターとは、メーカーとオーナーの中間に立って、メーカーから商品を、まとめて買い付け、オーナーには小口で販売する、卸の仕事だね。エスコ貿易は、アミューズメント初の、本格的な卸業者ってことだね。そうだね。この問屋業を始めたことで、エスコ貿易は、急成長することになるんだ。1970年代のアミューズメント業界は、黎明期から成長期への転換期であり、メーカー数や商品の品数は増え、流通にも変化が求められるようになった時代。ちょうど商品を取り扱う、デストリビューターのニーズが芽生え始めていた頃だったんだ。中山さんと、セガの出会い。中山さんが問屋業で大成功している頃、セガも、ゲーム業界の慣例通り、各地のオペレーターに直接、製品を販売していたんだ。そんな時セガは、エスコ貿易の評判を、引きつけ、中山さんと取引を始めることになるんだ。エスコ貿易は、業界ナンバーワンのセガに、白羽の矢を立てられるほど、業界内に確固たる評価を築いていたんだ。そしてこれが中山さんとセガの出会いでもあるんだよ。ビデオゲームの誕生。そんなエスコ貿易とセガが、取引を始めた1972年に、ゲーム業界に大きなイノベーションが生まれる。それは当たり社から発売された、ビデオゲーム、ボンの登場なんだ。このゲームの登場により時代は、エレメカから、ビデオゲームの時代へと徐々に移っていくことに。アミューズメント業界のトップに君臨しているセガだけれど、エレメカで市場を圧倒していたこともあり、新技術のビデオゲームへの参入には消極的だったんだ。そのため、日本でビデオゲームをリードしたのは、当時セガの最大のライバルであった、タイトーなんだ。タイトーの飛躍。タイトーは1973年に、国産初のビデオゲームである、サッカーを発表し、翌年の1974年には、国産初のビデオレースゲームである、スピードレースが大ヒット。そして1978年には、スペースインベーダーを発売する。このインベーダーゲームは、社会現象になるほどの大ヒット商品になるんだ。インベーダー旋風が巻き起こる。停滞するセガに、中山さん入社。時間を少し遡って、1975年頃、セガのローゼン社長は、セガの活動の重点を、アメリカに移すことを計画していて、日本の経営を任せられる人材を、探し始めていたんだ。セガの社長室での打ち合わせ。我々もそろそろ、巨大市場である。
アメリカへ進出する時が来たな。はい、我が社は、日本市場で順調に、業績を伸ばしていますから、もうそろそろ、海外進出しても良い頃でしょう。うむ、しかし一つ問題があるんだよ。問題と言いますと？私がアメリカに重点を置いて経営するとなると、日本のセガを任せられる人材がいないのだ。確かにそうですね。そこで、相談なのだが、誰か、私の代わりに経営を任せられる人材はいないだろうか。セガで、社長を、務めることができる手腕のある、人材ってことですよね。そうだ、アーケード業界に精通していて、我が社の陣頭に立って、引っ張っていけるような人材が、必要なのだ。それは、かなりの難問ですね。誰か心当たりのある人材は、いないかな。そうですね、アーケード業界に精通していて、やり手の経営者といえば。そういえば良い人材がいますよ。誰かな？エスコ貿易の中山さんはどうでしょう？なるほど、エスコの中山くんか。確かに彼は、なかなかのビジネスマンだな。はい、我が社も卸ではお世話になっていますし、彼のような逸材には会ったことがありませんよ。うむ、まさに中山くんなら、セガの経営者としては、適任だな。すぐに中山くんをうちの幹部として、誘ってもらえないだろうか。わかりました。早速、中山さんに会ってみます。ということで、ローゼン社長は、中山さんをセガの経営者として、入社してくれるように、熱心にラブコールを送るようになるんだ。ローゼン社長は、エスコ貿易との取引を、通じて、中山さんを知れば知るほどその、手腕と人柄に惚れ込んでいたんだ。しかし、セガからの誘いは、中山さんにとっては、寝耳に水の出来事だったんだ。会社の経営は順調で、新宿の歌舞伎町のゲーム機は、ほとんどエスコ貿易のものだったし。歌舞伎町一番街は、業界ではエスコ通りと、呼ばれているほど、アーケード業界で大きな影響力を、持ち始めた頃だったからね。会社の経営は、順風満帆、とても、すぐには首を縦に触れる話ではなかったんだ。しかし、この頃のセガは、ビデオゲームの輸入や販売には熱心だったんだけど、肝心のオリジナルビデオゲーム開発には遅れていて、中山さんはデストリビューターを、しながら、セガは、輸入販売ではなく、オリジナルゲームの開発に、力を入れれば、もっと成長できるのに、と、歯がゆい思いをすることも多かったという。セガは、いい会社だけど、販売に力を入れすぎていて、セガの強みである、ものづくりがおろそかになっていると、見ていたんだね。そうだね、中山さんの見識は、当たっていて、その後セガは、オリジナルゲーム不足のため、その後窮地に立たされることになるんだ。そして、中山さんも、現在の問屋卸のビジネスだけでは、物足りなくなってきてもいたんだ。この業界でもっと商売を、広げるなら、仕入れ販売だけでなく製造も、手掛けたいなぁ。と常々思っていたんだ。確かに、ローゼン社長からの誘いは、魅力的なことかもしれない。セガならゲーム機の開発から販売までの、体制も整っているし、源流から蛇口までの、一貫体制のあるセガに、入社すればもっと手腕を震えるかもしれない。それに、最近のセガは、エレメカゲーム機に偏りすぎていて、ライバルのタイトーの方が面白いビデオゲームを、生み出している。ナムコも急成長しているし、このままのセガでいいのだろうか。インベーダーブームの到来。そんな1978年に、タイトーからスペースインベーダーが、登場するんだ。スペースインベーダーの勢いは、凄まじいもので、アーケードゲーム業界全体が、インベーダーブームの流れに、乗っていたんだ。このブームによって、タイトーが業界のトップに、躍り出ることになり、そしてセガは、不動の王座から引きずり下ろされてしまったんだ。中山さんは、このブームの中で、このままではタイトーが、アーケードゲーム業界を、独占してしまうかもしれない。中山さんは、杞憂とも言い難い、危惧を感じていたんだ。セガってなっせーよなー、やっぱ対等だよなー。そんな声が聞こえてきた1979年頃、中山さんは、よし、こうなったらセガに入って、大東の勢いをストップしてやろう。そしてセガをもう一度、業界ナンバーワンの会社にしてやる。ということで、中山さんは、1979年に、セガエンタープライゼスの代表取締役副社長として、入社するんだ。同年セガは、エスコ貿易を買収し、ここからセガの復活劇が始まろうとしていた。今回はここまで。次回は、1970年代末に、セガに副社長として入社した中山さん。しかし、エレメカ時代からビデオゲームの時代への移行に遅れたセガは、なかなかヒット作が生まれない状況になっていた。さらに、セガアメリカの業績不振から、身売りの噂が流れることに。そこで中山さんが選択した手段とは。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。